2階の床がきしむので、リフォームを機会に断捨離ステップ1を行ってみました。こちらがよく使う事務机とキーボードドアです。反対側はいろいろな保管場所ですが、今回は棚を減らすことにしました。またキーボードのスピーカースタンドのスペースも見直しました。コンパネを外し、まず遮音板を貼ります。何もないとこんなに広いのですが、その上にカーペットを貼ります。音の関係でフローリングはやめました。よく使うものから運び込んで、いろいろ考えながらパソコンは机の下に入れることにしました。キーボードのスピーカーはスタンドをやめて棚の上に置くことにしました。ミキサーとつなぎ、音出しの確認も完了。棚の上にスピーカーを置いてみると、左側にまだスペースがあるので、棚をもう一台左側に置くことにしました。棚の上には普段よく使うラグ布を置けば、使い勝手がとても良くなります。反対側には使うジャンル別に小物を収納してきました。今回思い切って処分した楽譜集です。図書館へ預けました。父が愛用していた小物入れも思い切って処分しました。今回でだいぶ物が少なくなりましたが、個別にチェックして物を少なくしていく予定です。